灰色の特性変異か。これが調査させる理由か。この町は何かがおかしい。大屋敷は北極圏の小島にある町です。静かで紛争もなく、鉱石を売って60年以上発展してきました。鉱山が枯れた。鉱石がなければゼノミリタリーの援助を失う。皆さん、町から撤退を。の地脈図を描いた。ここに新たな資源があるかもしれない。すごい。新しい石が生えてくるの？新たな道を示してくれた。これは最後の希望です。私たちの理想が砕けないように、同胞と分断されないように、この土地と未来のために。どうしよう。行こう。